次に補足説明を聴取いたします。日本放送協会会長前田照信君。前田君。ただいま議題となっております、日本放送協会の令和3年度収支予算事業計画および資金計画につきましてご説明を申し上げます。 NHK 経営計画2021年から2023年度の初年度となります令和3年度は、経営計画に基づき新しい NHK らしさの追求を進めるとともに、構造改革を着実に実行し、スリムで強靭な新しい NHK へと変わることを目指しております。事業運営にあたりましては、受信料で成り立つ公共メディアとして信頼される情報の社会的基盤の役割を果たしていくため、自主自立を堅持し、事実に基づく正確な情報を公平公正に伝え、命と暮らしを守る報道に全力を掲げます。併せてより強靭なネットワークを構築するとともに、多様で質の高いコンテンツを合理的なコストで最適な媒体で届けます。また日本を積極的に世界へ発信し、さまざまな分野で国際社会との相互理解を促進するとともに、地域の課題や情報を広く発信して地域の発展に貢献いたします。東京オリンピック・パラリンピックは 4K、8K、インターネットを含めた新技術で魅力を伝えます。またユニバーサル放送サービスの提供の充実に取り組みます。インターネット活用業務は実施基準に示した費用の範囲内で、国内および国際向けコンテンツを効果的に提供するとともに、地方向け放送番組の提供も段階的に実施してまいります。受信料につきましては、訪問によらない法律的な営業活動を推進し、営業経費を削減するとともに、公平負担の徹底と受信料制度の理解促進に取り組みます。 NHK グループ全体で業務の見直しやガバナンスの強化を図り、組織の効率化を進めるとともに、働く一人一人の創造性を最大化する人事制度改革に取り組みます。次に建設計画におきましては、緊急報道設備や番組制作設備の整備を進めるとともに、いかなる災害時等におきましても安定的に放送サービスを継続するための設備整備等を実施いたします。また老朽化した東京渋谷の放送センターや地域の放送会館の建て替え事業を着実に推進してまいります。以上の事業計画に対応する収支予算は、一般勘定の事業収支におきまして、受信料などの収入6900億円、国内放送費などの支出7130億円を計上いたしております。事業収支における不足金230億円につきましては、財政安定のための繰越金の一部をもって充てることとしております。また、資本収支は収入として減価償却資金など総額1118億円を計上し、支出には建設費など888億円を計上しております。最後に資金計画につきましては、収支予算及び事業計画に基づいて資金の需要及び調達を見込んだものであります。以上、令和3年度収支予算事業計画及び資金計画につきまして、その概要を申し述べました。事業計画の一つの施策を着実に実行し、公共メディアとして視聴者の皆様の期待に応えてまいりたいと存じます。委員各位のご理解とご支援をお願い申し上げます。併せて何卒よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。山花郁夫君。